おはようございます。朝のホットステーションみっちゃんねるです。もうだいぶ日がね、7時過ぎですけども高く上がってきました。3月の2日です。明日はね、ひな祭りのね、桃の節句ですよね。それで今日はですね、何のお話かというとね、今日テレビね、今日も朝からテレビ見てたんですけどね、昨日も特にねニュースで流れてますけどもね、アメリカと北朝鮮ね、金正恩、ね、トランプ第2回会談ですね、失敗に終わったということですけど、まあそういうもんですよね。そのなんていうか、2人のその思惑というかね、2人だけじゃないんですけどね、バックにいろいろついてるんですけどね、向こうの方に特に、中国、ね、ロシアついてますので、ね、行くわけないんですけど、同床異夢というかね、同じところにいてもですね、思ってることは全く違うということですよね。それで、決裂っていうかね、どうなるか分かりませんけどね、裏でどうつながってるのか、実際分からないけれども。そういうことで大きな大騒ぎした割には大したことなかったというね、よくあるパターンですよね。でもう一個ね、この間からあのパキスタンの話ね、インドの話もしてますけど、でもちょっと少しいいニュースがあったんで、ちょっとお伝えしたいと思いますね。パキスタンのね、大統領のイムラン・カーン、この人はね、知ってる人は知ってると思いますけど、クリケットの選手、有名な選手、しかもね、めちゃめちゃイケメンなんですよね。だいぶ年いきましたけどね、でもやっぱイケメンですよ、かっこいいですよ、映画スターみたいな。歴史的にはそのね、イケメンな大統領にはろくなやついないっていうかね、そういうことがあったり、ね、例えば美人のね、例えばね、そうですね、美人、すごい美人だったら僕が好きなタイプはね、タイのインダック首相とかね、すごい好きでしたけど、美容師だけではね、やっぱりそのよく、人間性は語りませんのでね、単に容姿が好きだったというだけの話で、しかしこのイムラン・カーン大統領は非常に今のところ人気ありましてですね、でまたそのパキスタンね、そのインド軍のパイロットをね、こづいたりして捕まえてからやってましたけど、これ解放するっつってね言ってまして、それで少しこうね、なんていうかテンション下がったといいますか、パキスタン、インドというその、超、核保有国の大きな国同士の、戦いが、少しこうこれから落ち着くのではないかなという、そういう感じなんですよね。そういう、いいニュースが、ありました。それからそうですね、僕はこれやっぱ YouTube の、話をちょっとさせていただきたいんですけど、これ毎日ねこうやって投稿してますよ。すごくね、投稿すること自体がねしんどいなと思う時もあるんです、実際に。だから、とかね、こう続ける方法ないかなっつってね、今ね、考え中なんですけどね、なんかいい方法ある方ね、ぜひ教えていただきたいと思ってるんですけどね、今んとこなんとかね、僕なりにね、毎日続けてますよ。本当に今日みたいにね、すごくお天気いいんですけどね、花粉がすごくこう、なっているのではないかと。私もだいぶね、鼻がむずむずしてきまして、だいぶ辛くなってきましたのでね、目にも少しきました。で、これでね、ちょっとね、この間僕上げてる動画でね、スマホ首のね、動画を見てほしいんですけどね、そのスマホでね、目が痛いとか、頭痛いとかいう話もあるんですけど、これはね、僕は実際こう首の周りの筋肉をね柔らかくすることによってですね、やっぱりその鼻水とかですね、涙とかね、そういうところにも非常に効きますのでね、ぜひともね、皆さんにはそのスマホ首のね、このエクササイズをねこれやっていただく、またはね、ここ最近上げた動画でね、体のね両背中をですね柔らかくする筋力体操ね、背骨の腰痛体操と書いてますけどね、実は腰痛だけじゃなくてですね、体の隅々までね、やっぱりね、
新陳代謝、それから、血流改善ですね、でリンパの流れ、この3つがね非常にね効果がありますので、ね、ぜひともねそれをねちょっとやっていただければ、まあ、もちろんこれでね治るとかねそんなこと申し上げてたくないんですけどね、きっとねその、うん、なんて言いますかね効果がじわじわと、ね、出てくるのではないかな、はい、それはね私がこう例えば治療して差し上げた別にその、花粉症をね治す目的で来てない人にも非常に効果があるということなんですよね。はい、そうなんですよ。だから、まあ、ちょっとねそれをねできたらやってみていただきたいなと思う次第でございます。うん、まあ、そういうことで、今日のみっちゃんねるはね、まとまりはありませんでしたけど、まあ、毎日投稿というつもりで、上がっておりますので、何かもし、何か遠くねリアクションなり、いいねボタンですね、そしてまたチャンネル登録などですね、よろしければお願いいたします。ではご清聴ありがとうございました。みっちゃんねるでした。